乃木坂46の遠藤さくらが、一日放送の日本テレビ系音楽バラエティ番組、超、乃木坂スター誕生、毎週月曜深夜1時29分に出演。5期生の井上和からの熱い言葉に、笑顔を見せる場面があった。井上和、遠藤さくらに熱い告白、ずっと好きです。この日、遠藤は、両親がすごく好きだったので、車の中でよく聞いてたな。と家族の思い出の曲だという桑田佳祐の曲、明日晴れるかなをソロ歌唱。澄んだ歌声を披露した後は、自分の好きな曲を歌えたことも嬉しいし、こうやって呼んでいただけることもすごくありがたく思っているので。ありがとうございましたと頭を下げた。先輩である遠藤の姿に、初めて好きになったアイドルが、遠藤さんと熱い視線を送っていた井上、遠藤さん、いや、私なんて、っていつも言われるんですけど、入る前も入った後もずっと好きですよって伝えたいですと告白した、モテたことが初めてすぎて、なんか、と遠藤が照れる中、井上は、ファンの時は、それこそオンラインやミーグリで話せてもすぐ終わっちゃうんですよ。でもこんなに長い間見ていても、0円と満面の笑顔で続け、遠藤やスタジオを笑わせていた。